煉獄杏寿郎さんの訃報はお聞きでしょうか。杏寿郎さんからお父上と千次郎さんへの言葉を預かりましたので。やめろ。どうせくだらんことを言い残しているんだろう。でも兄上の。くだらん。どうせ俺への恨み事だろう。分かりきってる。さっさと出て行け。体を大切にしてほしい。兄上が父上に残した言葉はそれだけです。